ついに、SXX-1 プロトタイプエンジンの存在が世界に知られることになったよね。長い間、悲願だった純国産ジェットエンジン XF9 の IHI 社製が完成し、カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しているぜ。念願の国産ジェットエンジンだね。さすが日本の技術力ってところかな？そうだね。さて今回は、XF-1 プロトタイプについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明なんだけど、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきたんだ。2018年平成30年 F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけたんだけど、早いというより、むしろ遅かったという感じがしている人もいるんじゃないかな。これからの第6世代戦闘機は様々な形があるようだけど、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ意味がないだろうね。さて、この新型は、双発エンジンになると考えられているんだ。双発エンジンって？双発エンジンというのは、左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したもので、現在の F35 戦闘機は片方に1機乗せた単発エンジンとなっているよ。この双発エンジンも、2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われているんだけど、そうは言っても、どこまで計画が進むかはまだまだわからない状態だね。ここに来て、今更 F22 戦闘機にハイクオリティなどは不要だし、目指すのは最新鋭のその先を目標にして開発されることになるんだ。いよいよ、日本の悲願の国産戦闘機の登場になるのかな？この戦闘機計画は、エンジン部分が非常に重要なポイントとなっているよ。ここの選択を間違うだけで日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにもつながっちゃうから。しかし、さすがの日本で、高性能なジェットエンジンを開発しているぜ。自画自賛になっちゃうけど、仕方ないよね。日本人が誇れる技術力だもん。それじゃあその注目のエンジンについて紹介していくよ。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事があったんだ。プロトタイプの1機だけなんだけど、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されていて、これは大きく話題となっているね。このジェットエンジンが XF91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンで、しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるんじゃないかな。今回、防衛装備庁に納入された XF91 エンジンはアフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えで、F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロだから、これは全然遜色のない数値と言えると思うよ。ちなみに、F35 ライトニング2戦闘機だけど、F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっているぜ。数字を見れば XF91 エンジンのそれを上回ってはいるんだけど、これはプロトタイプだから、そう考えると今後の性能向上も十分期待できると思われるよ。アフターバーナーについても見ていこうか。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことを、アフターバーナーと言うんだ。XF91 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されているぜ。XF91 エンジンが注目を集めた理由だけど、従来はこのような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されているよ。実は、現在収益中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定した時に、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えるとまさしく快挙と言えるだろうな。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだね。実は、当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見があったんだけど、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実を鑑みれば、諦めざるを得なかったってわけ。こうした過去を考えると、今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も過言ではないよね。くしくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われているんだけど、XF91 エンジンが完成したことによって日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないよ。XF91 エンジンは現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、
軽量という要素をクリアしており、それに加えて、15トン以上もの水力確保に成功していることが素晴らしいと言えるんじゃないかな。具体的な各部分のデータを紹介すると、前述の F-22 ラプター戦闘機 F-119 エンジンは全長 5.16 メートル、直径 1.168 メートルだけど、XF-91 エンジンは全長 4.8 メートル、直径1メートルだから、コンパクトサイズに出来上がったと言えるんだ。戦闘機の水力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば比較に簡単に可能と思われるんだけど、XF-91 エンジンのようにこれほど小型でかつ強力なエンジンになったというのは、最大のメリットなんじゃないかな。というのも、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンイコールサイズ小型化だからな。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあるぜ。もちろんステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるだろうね。しかし、最大の関門とも言えるエンジンの小型化がクリアされているから、なんとも心強いと言われているんだ。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F-91 エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されていて、これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが世界に強く印象づけることになったみたい。水力変更ノズル？水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことだな。XF-91 エンジンの場合はノズル式の同装置によって最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われているぜ。開発が進む XF-91 エンジンだけど、次期 F-3 戦闘機自体の着地点がまだに決定していない状況で、このままではせっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているみたい。しかし、ここで注目すべきニュースがあるんだけど、この XF-91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいんだ。次期 F-3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるな。しかも、その取り上げ方といったら、まだ何も決まっていない。要するにゴリム中状態のこの計画を自国の安全保障が脅かされると強硬状態もどきの論調だぜ。自国の安全保障が脅かされるって、ことあるたびに言ってる国があるけど。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国だよ。お互いに日本が仮想敵国と考えているだろう中国ならわかるんだけど、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場なんだよね。ただ、韓国と日本の関係は一言で言えるほど簡単ではないよね。日本にとって、韓国は輸出で第3位、輸入で第4位の貿易相手国なんだ。特に日本から韓国へは、半導体や反シルベ製造装置をはじめ、精密化学原料、プラスチック製品などを輸出しているよ。さらに、韓国からは日本へは、石油製品は鉄鋼板、半導体、プラスチック製品などを輸入していて、お互いの存在が経済を支えていると言っても過言ではないんだよね。だが、今でも根付いている反日意識は弱まることはないよな。これは、太平洋戦争時代に、旧日本軍が韓国人女性を従軍慰安婦として強制的に働かせたことから始まる確執で、日本はこれまで謝罪や賠償金を行ってきたが、それに納得するほど韓国も単純な国ではなかったからだぜ。この問題は一度は解決したと思われていたんだけど、韓国の大統領が交代するたびに取り上げられる問題でもあるんだ。今でも、この従軍慰安婦問題は日韓の問題の一つとして取り上げられており、これが韓国で現在も行われている反日教育の原因といっても過言ではないってわけ。さて、そんな複雑な関係を持っている日本と韓国だけど、政治的な関係の揺らぎもありつつ、軍事的にもその関係が揺らぎつつあるんだ。なのに日本の F-3 戦闘機開発については、まるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしているってわけ。決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F-3 戦闘機計画に、そこまで注目されると日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような入り混じった思いになるよね。ただ、一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には悲しさを通り越して呆れるばかりだな。韓国だから、といえばその一言で尽きるよね。韓国は原潜や航空母艦を所持したいようだけど、この国の軍備はどこを目指しているのか。他国のことだけど、韓国の迷走はまだまだ続きそうだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。